はい、皆さんこんにちは、旅ってこんなもん TV のタカとコミとソバリです。どーい、で今回また大江戸の方に来ました。はい、で早速滝に来ております。やっぱいいですね、滝は。マイナス4は、マイナス4がね、やっぱ癒されますね。音もええし、一回そこは降りてみようか。滑りやすいんで気をつけてください。そんなフラグ立てたらこけんで。あ、ちゃんと打たれるようにクロックス用意してくれるかな。今もね、子供できた奥さんは打たれる。奥さんの旦那がやるんじゃない。奥さんの旦那が打つのこれ。いや、水も綺麗ですね。綺麗ですね、やっぱり。綺麗だもん、本当に。ありがとう。ここいいですね、綺麗ですね。うん、これ隠れスポットちゃう？インスタ映え。インスタ映え映え映え。これ確かにいいな。なんか、泊まりに行って旅館の窓開けた後ろとかにあったら嬉しいけどね、これ。すげえいい感じですね。すごいな、これいいや。このアーサーの滝もいいけど、こっちの滝もいいな。いいですね。これちょっと名前ついてないかもしれないから、コメントに見えるの、まあ、なんこんな無茶ぶりやめてくれ。このどうしようか。どうする、苔の滝にしようか。滝ではないと思うけど。確かに流しそうめんしたらいいんじゃん。じゃあ今日も大淀町をたくさん巡っていきましょう。そうですね、はい、旅コン TV。はい、次のインスタ映えスポット、こちらが大江戸にあります薬水門です。薬水門、明治時代に使われて今もう100年以上経ってる歴史のあるレトロインスタ映え映えポイント、隠れスポットやね。で、あ、電車のブレーキ音も鳴ってる。あ、近鉄です、近鉄です。あ、いいね、レトロの感じが止まんないですね。ねえ、土木遺産、そんなんあるんやな。そもそもレンガやもんな。レンガですね。あ、大正元年で作られた。大正元年、大正元年、すごいな、これ中もほら100年の歴史があります。戦争にも負けず残ってるな。はい、すごいな。あ、旅ってこんなもん。臭い。でね、これもう一つね、水流用にもトンネルがあるんですよ。ちょっと雨上がりなんで、ちょっと水は濁ってるんですけど。珍しいと思います。珍しいね、これ。最初の時か上に電車走ってたのか。多分電車用に作ったんじゃないですか。うん。なんかここ書いてんな。なんで書いてんやん、わかりません。どうすか、ここまで小南さん。ここまで感想。100点ですね。おー、小南の100点いただきました。おー、万歳。イエーイ。一周しようか。頑張ってください。あれが駅じゃん、ここの。あ、ほんまや。薬水駅、あれが。薬水駅もちょっとあれ味あるんちゃう、もしかして。味ありますね、なんかこう。無人、無人かな。はい、今 JR です。ちょっと分かりにくいですけど、 JR が左で右が近鉄っていうね。で、両方とも単線。田舎やからな、まあ、電車取ってないイメージもあるかもしれんけど、近鉄も JR もあるという。そう、便利や、便利便利。結構電車取ってますよね。取ってんのはやっぱなんかイメージと違うわ。30分1本は来てるんで。あ、そうなんや、はい、で、特急回したら15分1分ぐらい来るんで。全然来てますよ。もう全然、じゃあ便利やわ。便利ですよ。自転車も飛べる場所あるし、あれ、場所は。止める場所ではないんじゃ。薬水駅。あ、券売機こんな感じなんや。ピタパやな。最新です。いや、これ電車好きめっちゃいいんじゃん。電車これ取れますね。取れるな、これ。ここから、こんな近くから取れるんですよ。このカーブ、また多分いい角度に移るやろうな。はい。うどん、さんわさんに来ております。そがりさんおすすめのうどんでございます。どーん、美味しそう、めっちゃうまそうやな。皿が独特やな。
な。器が味がありますね。カメラで見た黄金色やん。黄金色やん。カレーが。カレーが。ルーが。カレーが。名物らしいですね。一番人気です。まずそのルー。どうすか。おお、最初の食事目が甘さが来るんですけど、後からピリ辛が来て、これうまいな。このルーめっちゃうまい。なんかこう出汁がすごい。うん、コクがすごい、コクが。それが豆乳うどんになってます。すごい色が白くて綺麗。おいしいです。なんかすごく豆乳臭いんかなと思ったら、豆乳臭くなくて、豆乳とかあんまり得意じゃない人でも全然いけると思います。やっぱな、あの女性肌とかな、そうですね、気にされる方いるから、豆乳体にいいんで、すごい。や、麺も、うん、おいしい。豆乳と麺って合うんかなって思ったんですけど、うん、めちゃめちゃうまいです。お、確かにうまそう。豆乳担々うどんでございます。わあ、ちょっと赤身だけ入れて、辛そう。思ってるより辛くない。やっぱ豆乳入れることでまろやかやな。あー、なるほどな。うん、ちょっと柔らかめの麺ですね。そうですね、ちょっと柔らかめの麺で食べやすくなってて、とても美味しい。はい、皆さんお気づきでしょうか。定食定食すごかですよ。その炊き込みご飯もちょっと食べて。うまそうやな。うん、うまい、絶対うまいやろ。でもうどんといえば炊き込みご飯やもんな。コーヒーとかもあるんですよね。うまります。うどんカフェ様なんで、カフェとしても使います。雰囲気いいんだよね、ほんまに。おしゃれなんで、おしゃれなんで、すごい。いろんなこういったものも置いてたりとかね、本とかも置いてあるんでね、ぜひ来ていただければと思います。駐車場もあります。行きます。うまい。いい映像や。あ、たまにはちょっと変えようかなと思って、デザイン性。